中国の場合はあっという間に移植が可能になるんですね。これがいわゆる中国への臓器移植ツアーということになってますね。ただ大変不思議なことに、まあ、欧米諸国特にアメリカはこの中国の人権状況について非難して、さっき申し上げたウイグル強制労働防止法を作ったりしてますが、ヨーロッパはどっちかというとバラバラですよね。中国経済に依存していれば金持ちにはなれるというわけで、その中国に対する攻撃あるいは非難の度合いはそれぞれバラバラと。じゃあですね、ウイグル人と同じイスラム教徒の国々はどうなんだろう、アラブ諸国ですね、どうなんだろうというふうに見ると、実は同じ海教徒イスラム教徒の国々でありながら、このウイグル人に本当の意味で手を差し伸べようとしている国はほぼないと言っていいんじゃないですか。ほぼ。なんでなんですかね。大変不思議です。やっぱり人の心の問題よりもお金なんですかね、宗教よりも金なんでしょうか。そういう見方もできますね。中国はアラブ諸国との関係で貿易上いわゆる一帯一路という経済圏を作ってですね、アラブ諸国との間で経済的なつながりを深く持ってますよね。油も、まあ、大量に輸入していると。それだけじゃなくて、その経済的な依存関係、つまり中国を切ったら自分のところがあっという間に貧しくなってしまう、経済的に打撃を受ける、そういう関係を作っておいてアラブ諸国をコントロール、それがまあ中国の戦略ではあるのですが、それ以外にも理由はあると言われていますね、はい、これはいわゆる臓器移植の問題ですね、はい、これ臓器移植というのは大変微妙な問題ですよね。どういうことかというと、例えば腎臓、肝臓、心臓移植でもそうですけど、日本で人工透析を受けている患者の方たくさんいますよね。そういう方々は健康な腎臓を移植できれば人工透析必要なくなるんでしょ。健康に生きていくことができると。しかしながら腎臓を提供してくれるいわゆるドナーの人は非常に限られている。そりゃそうですよね、そう簡単ではない。なので日本国内で例えば腎臓の移植手術を受けようとすれば、まあどんなに短くても3年4年待たなきゃいけないわけですね。待ったから必ず移植に適合するドナーが現れるとは限らない。ところがですよ、中国の場合はあっという間に移植が可能になるんですね。不思議ですよね。なんででしょうか。それは中国国内でウイグル人が強制収容されていて、あらゆる医療データが集積されています。この方に合うドナーを提供してくれといえば、中国政府はあっという間に100万人収容されているウイグル人の中からドナーを探し出して、その人の臓器を強制的に取り出すわけです。そして移植する。これがいわゆる中国への臓器移植ツアーということになってますね。中国ではあっという間にドナーが見つかる。なんでですかね。その生きている人から強制的に臓器を取り出すというこの世にも恐ろしいことを平気で行う国であるからこそ、これが可能になる。ところでアラブ諸国はご存知の通りハラールですよね。これはイスラム教の人たちが食べることを許されているもののことですね。でそれに対してハラーム、これは許されていないもので、豚肉はこれハラーム、イスラム教徒が食べてはいけないものですよね。ところでアラブの金持ちはこの腎臓移植、肝臓移植を受けるために臓器移植ツアーで、中国にたくさん行っています。漢民族は豚肉が大好きですよね。中華料理、豚肉があらゆるところに入っています。そうするとですね、イスラム教徒アラブ人の方々が臓器を移植受けるとすれば、漢民族の臓器は絶対に移植受けてはいけないものなんですよ。それに対して
中国国内に住んでいるイスラム教徒はこれ豚肉を食べていませんから、そういうウイグル人などのイスラム教徒の臓器であれば移植を受けられるわけですね。そうするとアラブの金持ちにとって中国を攻撃してウイグル人を弾圧するなっていうふうに言うとすると自分の首を絞めることになると、そういう可能性があるわけですね。なので、中国を攻撃しない、ウイグル人の人権弾圧に対して抗議をしないのではないかという見方もありますね、はい、これは一応理にかなっていると思われる。お知り合いのアラブ人がいたら聞いてみてください。臓器移植を受けるとしたら豚肉を普段食べている漢民族の臓器の移植を受けますか？ノーだと思いますよ。そうすると中国に行く臓器移植ツアーで提供される臓器は間違いなくウイグル人の臓器ということになるわけですね、はい、恐ろしいと思いませんか？現代の世界でまだこんなことが行われているんですよ。そんなことを百も承知の小池都知事がこの条例を成立させていく、全く意味が分かりませんね。それに加えて神奈川県川崎市もこの太陽光パネルの設置義務化に向けて意欲満々であるという報道もなされていますね。神奈川県川崎市、大変情けないですね。ところで小池都知事については2020年の1月28日から2月18日にかけて約33万着の防護服、防護服ってのは新型コロナウイルス、まあ武漢ウイルスですね、これが蔓延する中で医療従事者がその防護服に身を包んで、そしてウイルスと戦うと、そのために絶対に必要なものですよね。この防護服を約33万着中国に提供してますね、はい、この時一部の人たちはおいおいおいと、中国であれだけ武漢ウイルス、新型コロナウイルスが蔓延しているということは中国人の人があの時日本にたくさん入ってきてましたから、まあ大変な数の人たちが日本に観光客としてあるいはビジネスマンとして訪れていたので、日本もあの状況に必ずなるよと、必ずなるにもかかわらず万が一のために備蓄されている防護服33万着を送っていいのかという声が上がりましたね。私も大丈夫なのと思ったっす。案の定その直後ですね、東京都は、医療機関に例えば2020年の3月時点で9万着の防護服を提供して、その1ヶ月後2020年4月には50万着を医療機関に提供、さらに5月には50万着これを医療機関に提供してますね。その段階でハッと気がついてるんですね。やばいよこれと、月50万着を提供しなきゃいけない状況にあるとすればあっという間に備蓄が底をつくじゃないかとっていうところで、慌ててそこから防護服の製造の発注をしたということが言われてますね。中国への33万着の防護服の提供については自民党の当時二階幹事長の強い意向があったとされていますね。もしそうだとすると、まあ、二階幹事長はバリバリの親中派、まあ、美中派とも言われてますね、はい、美中の美は媚びを売る、中国に媚びを売るという意味ですがね、と言われている二階さんの求めに応じてホイホイと33万着を提供してしまうこの小池都知事、一体何をあんたは何を望んでいるんですかっていう話ですね。希望の党で大失敗をして、あの時うまく流れに乗れば初の日本の首相になれるかもしれないと夢を描いた小池都知事が、その後自民党の実力者二階さんとの太い絆を築くことによっていつか近いうちに自分を日本の総理へと押し上げてもらおうと思ったんでしょうか、それとも中国の浸透工作に
がんじがらみされたんでしょうか。そこは分かりませんがね。しかし全く理解のできない行動であったことは確か。そして今年になってこの太陽光パネルの設置義務化という行動を見ていると全く懲りてないなと、はい、っていうふうに思いますね。チャンネル登録、高評価していただけると励みになります。